はい、こんにちは。こんにちは。はい、今日はですね、シトラエンの DS、 これね、だいぶ様変わりになっちゃいましたね、僕の DS が。ですね、だいぶこうレストアしていただいて、はい、かなり手を加えさせていただきました。すごい色もちょっと際どい色になってきましたね。そうなんですよ。はあ、なんかレザーじゃなかったでしたっけ。そうですね、そちらも布に変えていただいて、ご丁寧にありがとうございます。とんでもございません。はい、70年の DS がすっかりね、ドゥーシボーに変わったということでございますね。ちょっとボケすぎでございますね。やってきました、こちらに。はい、これ本当に整備していただきましてですね、ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。先ほどの整備の、ね、記録を見させていただいたんですけど、はい、本当こと細かに1から10まできちっとやっていただいて、さすがアウトニーさんだというふうに思っております。ありがとうございます。感謝しております。で、アウトニーさんすごいのは、こうちゃんとね、試運転して僕らが乗る段階ではもうすでに出来上がってるっていうか、安心して乗れる状態にしていただいたんですよね。そうですね、はい、基本的には5納車させていただくテーマに関しては、はいはい、もうすべて試走をしております。ありがとうございます。特に DS、古いお車になりますので、はいはい、どういった条件で、はい、こういった故障が出るとかっていうところまでしっかり見させていただいて、はいはいはい、仕上げさせていただいております。いや、はい、安心感があるね、あるね。いや、本当ありがとうございます。いや違うか。いや、僕これも欲しい車の1台なんですけど、ね、あ、そうですよね。これはちなみにどんなお車なんですか。はい、こちらはナンバーご覧いただくと分かるんですが、あ、ワナンバー。そうなんです。弊社、今年の4月よりレンタカーサービスを開始しておりまして、はい、こちら2CV と全く同色の DS、はい、DS も、はい、レンタル2台体制で、はい、レンタルしております。1年間レンタルすることもできるわけですか。はい、交渉させて交渉というか、はい、はい、なるほど、可能です。もちろんです。あ、可能なんですね。可能です、はい。すごいですね、それ1年間レンタル。そうですね。それは1000万くらいいっちゃうわけですね。1000万近いかもしれません。そうですね。買った方がいいということですね。いやいやいや、はい、はい。まずボンネットの開閉なんですが、はい、たくさんこの辺りレバーがありますので、間違えられることもあるんですが、ボンネットはこちらです、はい、このテーブルを引っ張っていただきますと、はい、まず片方のヒンジが開きます。あ、実はもう一つ同じものが右手にもありまして、はいはい、ジャガーでもそんな雰囲気でしたね。はい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 、なるほど。じゃあちょっと私が違うやりますね、はいはい。これでございますね。はい、こちらを引っ張っていきます。はい、OK、何のクリックかもないですね。実はですね、今開いている状態でして、今一旦閉めますので、もう一度やっていきます。はい、なるほど、なるほど。はい、どうぞお待ちくださいね。開いてるんだね。あ、開いてましたね。はい。はいはい。どうぞ。じゃあクリック感を。あ、ありますね、クリック感が。はい、そうです、こちらも失礼します。ああ、いい感じですね、はい。引っかかりもなくてスムーズに。そうですね。はいはい。これは前開きですかね。はい。はい、でこちら部分にストッパーがありますので、はいはい、手を入れていただきまして、はいはいはい、ストッパーをこう押し上げます。なるほど、こんな仕組みなわけですね。はいはいはい、ぐーっと上げていただいて、上げていただいて、こちらのステーをラジエーター横に、お、こんなとこにあるわけですね。はい、上げます。はいはいはい、はい、こちらですね、はい、エンジン縦置きこちらですね、はい、エンジンとトランスミッションがこちらにあります。トランスミッション下なんですか。下なんですよ。はあ、この下ですか。はい、そうです。これですか。これです。トランスミッションはここですね、はい、この直下にあります。はいはい、はい、あとは DS、はい、ハイドロニューマチックですので、ニューマチック、はい、構成部品がたくさんついております。こちら、はい、こちら、こちら、こちら、基本的には、はい、緑に塗られている部品、はい、こちらは LHM というオイルが、使われる部品でして、はいはいはい、DS シトロエン特徴ですね、はい、
っております、はいはい、スフィアってやつですね、これが。そうですね、はいはいはい、これは交換しなくてもいい感じでした。こちらは、はい、大丈夫でした。 ありがとうございます。これはどうやって点検するんですか。はい、こちらはですね、ガス圧を測ることができまして、はいはいはい、基準内にガスがあれば問題ないですし。そうか、はい、そうなんです。これはダイヤフラムみたいになってるんですよね。はい、内部がダイヤフラムがついておりまして、はいはい、で基本的にはそちらが破れて劣化してしまうと、はあ、いうことが多いです。ということはこの中に半分ダイヤフラムが入ってて上にガスが入ってる。そうです。窒素ですか。はい、窒素です。窒素ガスが入っていて下に油圧が、はい、その LHM という。そうですね、おっしゃる通りです。があるわけですね。はい、そうなんです。でそれでもう快適な足回りを、はい、実現してるってことですね。はい、なんか僕前に聞いたことがあるんですけど、はい、あの空飛ぶ宇宙船みたいだって言って、高速乗ると。そうですね、途中から80キロぐらいになってくると、はい、スッと浮いた感じがして、はい、なんか着地感もないけれども、はい、飛んでる感じがする、はい、ちょっと危ないねそれちょっと怖いちょっとね、その半重力みたいなね。そうなんです。リニアみたいな感じになるっていうのはそれは本当ですか。本当です。特に DS は高速安定性にとても優れた車種ですので、高速など、まあ、直進性のあるところを走っていただきますと実感していただけます。はい、あらら、そうですか。はい、かなり気持ちいいです。そうですか。今日早速こう名古屋まで行ってくるんですかね。ラスギア、そうですね。この緑が足回りの LHM の部品だということですね。そうですね、はい。ということはこの辺も足回りに関係しているという意味合いなんですか。ですね、LHM を使用していると表現した方がより的確かなと思うんですが、こちらがステアリングラックですね。あ、ステアリングラック。あ、そうかそうか、はい、そうですね。じゃあステアリングも LHM を使ってるってこと。そうです。え、そうなんですよ。ステアリングもですか。はい、ステアリングも一応パワーステアリングというわけではないんですが、はいはい、油圧で制御しておりまして、パワーアシストをつけてる、はい、あら、当時もんとしてもう本当にすごい最先端ですね。ですのでサスペンションも、LHM を使ってますし、ステアリングもそうですし、はい、あとはブレーキもこちらもブレーキオイルを LHM で代用しておりますので。あ、そうなんです。ほぼほぼ全てのオイルを LHM を使用してます。ですので、はい、LHM が漏れてしまいまして、はいはい、残量がなくなってしまいますと、はい、ステアリングは重くなりますし、はい、ブレーキも効かなくなります。なるほど、はい、じゃあステアリングがまず一旦重くなったら、はい、ちょっとその LHM が少ないんじゃないかっていう疑いを持った方がいいってこと。そうですね。あとはブレーキの効きが少し悪くなった、はいはい、といった症状が出始めましたら、はい、あ、もしかしたらどこか漏れているかもしれないなということで、はいはいはい、気にしていただければと。LHM の色は何色なんですか。緑色です。緑色、はい、あ、もうこの色の。そうですね、まさにということは緑色のそのフルードみたいなものが、はい、まあ、ガレージにバッとこう、そうですね、広がってたら、はい、これ危ないな、もう乗っちゃいけないなっていうサインになる、ね、そうですね、オイルの燃えている量にもよるんですが、はいはいはい、漏れているのが発見されましたら一度ご連絡をいただきたいと思います。わかりました。じゃあ、はい、写メ送って杉さんこれどうですかって、はい、大丈夫だっていうのか、もうそれ重症だっていうのが、まあ、その漏れ具合で判断できるってことですね。そうですね、はい、漏れ具合とあとは漏れる箇所ですね。箇所か、はい、いっぱいありそうですね。あります。そうなんです。このゴムのチューブだけではなくて、はい、そこら中に配線が、はいはい、配線というか配管ですね、はい、が張り巡らされてまして、はい、こういった配管になるんですが、はいはいはい、こちらの配管がボディ全体を駆け巡っておりますので、はい、そのジョイント部分から漏れてくるということもありますし、はいはいはい、あらゆるところから漏れますので、はい、常にご注意いただきたい。そういうことですね。ところがあります。これは漏れてなかったですか。これは、はい、大丈夫です。大丈夫ですか、はい、でこれ LHM の点検なんですけど、はい、これはこう日常 の、 その、はい、まあ、試業点検っていうんですかね、はい、そういった車の、まあ、乗る前にちょっとチェックした方がいいということで、この量を見ていけばいいんでしょうか、はい、まずは。そうですね、はい、まあ、これは定期的に毎日見ていただかなくてもいいんですが、はい、定期的に見ていただきたいところでして、はい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 、エンジンをかけていただいて、はい、車高レバーを、一番上に持ってきていただきます、はい、そうするとここのオイル量が変動します、はい、そうか。そうなんです。車両にどれだけのオイルを使っているかでここのオイル量が変わってくるんですが、はい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 、こちらにマックス、はいはいはい、ミニマムという文字が見えます。一番車高を上にした状態でこのオイル量がこの中に収まっていれば、うん、基本的には大丈夫です。うーん、はい、あ、これそういうことですか。そうなんです。これ
レベルが見えるようになってるんですね。はい、確認。だから今ここのレベルになるところですね。そうです。ああ、そうか、はい。これを車高を一番上にした状態で点検をするっていうのが基本ですので、はいはい、上げていただいてこのオイルレベルがどこにあるかっていうのを確認していただく。はい、それって今見れますでしょうか。はい、はい、エンジンをかけさせていただきますね。DS のね、真骨頂、はい、この車高調ですよね。そうですね。エンジンかけさせていただきます。はいはい、あ、イグニッションじゃないですね。そうです。で、問題の車高調整レバーです。車高調、はいはいはい、こちらにございます。はいはい、下に1段階、はい、上には3段階上がります。はい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 、で基本的にはですね、はい、アクロ走行時などに使っていただくということでこの上2段などがあるんですが、はいはい、まあ、現代の道路事情がかなり良くなりましたので、はいはいはい、ほとんどご利用いただくことはないかなと思います。はいはい、ですのでこちらの一番太い線がある走行モードに常にしておいていただければ大丈夫です。はい、これ1段上げると何センチぐらい上がるんですか。そうですね、上げてみましょう。はいはいはい、それでは1段上げます。はい、お、あ、上がってるわ。上がってますね。わ、一段でも結構上がりますね。はい、それではもう一段上げてみます。はい、あらららら、いやいや、はい、それでは一番最高の位置に。あ、まだ上がるんですか。はい、めちゃくちゃ上がりますね。これぐらいですね。はい、これまるで四駆じゃないですか。この状態で走るんですか。走れますが、かなり乗り味が悪くなります。乗り味は悪い。はい、ものすごく悪いです。そりゃそうですよね。はい、こう基本的にはまあメンテナンスの時にこの車高を使っていただく。あ、一番上のところは。そうですね。メンテナンス、タイヤ交換とか、はい、そうです。なんかそうですよね。なんか物を見るとここにステーかまして、はい、車高を下げて、はい、このパネルをここでベースに抜くんですよね。はい、でスコット抜けるとタイヤ交換すぐできるっておっしゃる通りです。やってましたね。はい、まあ、このアルマジロみたいなのをどうやってタイヤ交換するのかなと思ったら、そういうことなんですよね。意外とフェンダーが簡単に外れますので。はいはいはい、ね、アルマジロルックだよねこれ。本当ですね。わかるかな、アルマジロってわかるね。はい、わかりました、わかりました。じゃあ、はい、この時点で確認していただくと、あ、オイルレベルが下がっております。あ、下がってます。はい、でちょうど今マックスの位置にありますかね。ありますあります、はい、これで正常ということになります。じゃあ一番上まで上げてここまで下がってると、はい、でもっとこれがなくなっちゃうと、はい、レベルが低いから足しなさいってことですね。はい、そうですね。これは販売しているんですか。販売しております。あ、そうですか。はい、じゃあそれも後で分けていただいて。だいたいおいくらぐらいなんですか。だいたい1700円、1600円ぐらい。あ、そうですか。はい、1リッターぐらいで。そうです。あ、じゃあそれまあ一応常備品として持っておいて、はい、まあ、万が一どっかでレベルがあるいはハンドルがブレーキがという違和感を感じたら、はい、まずこれを点検すると。そうです。でマックスまで上げて、はい、今のレベルがこの間に入ってるかと、はい、入ってなかったら、はい、ここを上げるだけですか。はい、その通りです。あ、動いてる最中でも上げていいんですか。そうですね、ここを天気の缶みたいですねこれ。本当にそうですね。そんだけ。はい、でこちらに入れていただく。ああ、そうか。はい、わかりました。まあ、まずはこれがあの DS の要点というか。そうですね、ウェイクポイントでもありますし、快適さを担保しているのがここの部分だということですよね。はい、その通りです。
これがなかったら普通の車ですもんね。その通りですね、はいはい、緑の血液が走っている。なるほど。いるとリンパ球、リンパというかですね。そうですね、大事なものでございますね、はい、はい、その通りです。緑の血液が流れているというね、名言をいただきました。いえいえ、はい、じゃあ、中で教えていただきましょう。はい、はい、はいはい、この座り心地ね、もうたまらん。レザーはいいですね、はい、ありがとうございます。じゃあちょっと全く壊したことがないので、はい、一から教えていただく形になりますけど、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いいたします、はい、それではまず足元から、はい、いきましょうか。はい、はい、まず、はいはい、失礼します、はい、一番右手こちらにありますのが、はい、アクセルですね。これアクセルですね、はい、はい、すぐ隣こちらキノコ型のこちらがブレーキになりますそうですね、ボタンですね、はい、ブレーキボタンですね。これブレーキ、あ、踏んでる感じがないです。はい、意外とこれはもう01だと思われるんですが、はいはい、実はちゃんと踏み具合によってブレーキの効き具合も。そうですか、じゃあもう、はい、これぐらいじゃもう効いてない。そうグッといけば、いや意外と少しから効き出します。あ、そうですか、はい、あ、分かりました。これも後で試走の際に、はい、分かりました、分かりました、ね、はい、その左になります、はいはい、これですね、はい、こちらがサイドブレーキです。そうですね、これはサイドブレーキっぽいですね、はい、リリースがこれですか。はい、その通りです。それをグッと引っ張っていただきまして、お下ですね。あ、下、はい、あ、おうおう、はい、おうおう、で今ブレーキがね効かないんですよ、はい、エンジンがかかってなくて、あ、そうかそうか、油圧がかかってないのでブレーキが効かないです。あ、そうか、そうなんです。なのでこちら気をつけていただきたくて、はいはいはい、この停車時は基本的にサイドブレーキのみで止まっていると。これを上に上げてくる、ね、これを引っ張って下に下げます。引っ張って下に下げる、下げると解除です。はいはい、でそこの状態に戻していただいて踏み込むとサイドブレーキが効きます。今効いてる状態なんですかね。今効いてます、はい、はい、効いてる状態でして、はい、分かりました、分かりました。じゃあこれちょっと、はい、後ほどしっかりもう一度、そうですね、はい、分かりました、はい、はいはい、それでは上に回りまして、はいはいはい、こちらメインキーですね、はい、メインキーですね、はい、はい、右に回していただくとキーオンになります。はいはい、はい、もう一度グッと回して、あ、はい、ここまで、あ、はいはい、キーオン、1段しか、あ、そうですか、はい、分かりました、ですね、はい、うん、で、キーオンになります、はい、せっかくのエンジン始動してみましょう、はいはい、エンジン始動はですね、はい、こちらのレバーを利用します、はい、これですね、はい、こちらがシフトレバーなんですが、はい、今がニュートラルポジションにあります、はいはいはい、1速と2速の間、はい、ここはニュートラルポジションですね、はい、特に表示はないんですが、はい、まあ、1速、はい、2速と動かしていただいて、はい、真ん中の部分、はい、ここがニュートラルポジションですね、はいはい、こちらの状態から左 D の方を、はいはいはい、倒していただきますとセルモーターが回ります。これですね、お、はい、でかかりましたら、はいはい、ニュートラルポジションに戻していただくと。これニュートラルなんだ、はい、あ、1速、はい、2速で、はい、次は3、4と、はい、こういう流れですね、はいはい、で今度はリアに行くときはこういうことですね。そうです、あはははは、分かりました。これはこれはカテゴリーとしてオートマなんですか。そうですね、私たちはセミオートマチック、セミオートマチック、はい、と言われています。マニュアル車もあるわけですね。もちろんです、はい、分かりました。あとはオートマ、フルオートマのモデルも一応あります。この年式ですか。もっと高年式ですね。あ、なるほど、はい、はいはいはい、ございます。了解です、了解です、はいはい、それでは次、はい、次レバー類をご案内いたします、はい、こちらライトレバーですね。ライトレバー、はい、はい、はい、一つ回すと、お、これで、ロービーですね。お、あ、すみません失礼しました、はい、これはスモールですね。スモール、はい、はい、でロービーが好きです、はいはいはい、はい、おちょっと待ってくださいね、はい、このエンジンゲーターのこっち見てればいいわけですか。そうです、はい、でこれが今、これがスモールですスモールとロービー、こっちの方が光の量が多いわ、はい、そうです、はい、そのとおりですこれがスモール、はい、これ消えてるよと。消えてます、はいはいはい、こうね、はい、でロービーです、ね、あ、これ一番こうバーッと出てる感じがするね、はいはい、さらにですね、はい、この段階、ロービームの段階か手前に引きますと、はいはい、ハイビームです、うん、はい、これはじゃああんまり気になっちゃって変わらないですね。そうですね、手前で、これは、はい、これではロービー、これではハイビームになりません、ならない、ロービームの状態でしかハイビームにはなりません。なるほど、分かりました、分かりました、ロービームの段階でね、はい、ハイビームの状態で、はいはい、こちら、はい、押していただきますと、おーおー、うん、はいはい、4頭のうちの真ん中2頭がつきます。ん、見ていいですか。4頭のうちの真ん中2頭、ちょっと待ってくださいよ、なんか難しいねあ、あ、そっか、これか。そうなんです、
はいはいはい、スモールロービームっていうのは一番端の2頭がつきます。ロービーム、はいはいはい、それで、はい、先ほどのボタンを押していただくと真ん中2頭が、これはフォグライトみたいな感じですか？ドライビングライト、ドライビングライト、はいはいはい、山間部走るときなどに、はいはいはい、これが右行ったり左行ったりキョロキョロするんですね。そうですね、あのモデルによってはしないモデルもあるんですが、これが今前頭、あ、回ってますね。回ってました、あ、よかった。おお、してます、してます、してます、キョロキョロしてますよ。なるほど、サーチライトみたいになるわけですね、はい、いいな。これで山間部にあの前方を照らしてくれると。はいはいはい、はい、当時の段階からシトロエンはこのような、はいはい、システムを使用してます。さすがですね、さすがですね、すごいですね。おしゃれ感だけじゃないんですよね、実用性もあるんですよね、はい、この乗り心地も。そうですね、これがスモールロービーム、はい、で次に手前に引きます、はい、手前に引く、ハイビーム、はい、真ん中押します。で真ん中押してドライビングライト、はい、ついた、はい、でドライビングライト、これ消えた、はい、ああなかなか難しいですね。ややこしいですね。でこれから行きましょうかね。はい、はい、行きましょう。それではこちらがチョークですね。はいはいはい、冷感時などにはい、そういうことですね。引っ張るだけです、はい、引っ張るだけです。まあ、引っ張って戻すと、はいはいはい、です単純ですね、はい、でこちらですね、こちらはルームランプ、はいです、あ、はいはい、点灯スイッチですね。あ、今ドア開いてるから、はい、ついています。ドア閉めていただいたときにこちらで、はい、点灯できると。この位置はいいですね。そうですね、ちょうどいい位置になりますね。ここで読書と地図見れるし、はい、後ろの人も、はい、こう地図前で見れるから、はい、4灯必要ないですね。そうです、いやこれすごいわ、いいとこについてますね。またいいデザインですね、これ。そうなんですよ、でこれ、アールデコのようなね。確かにおしゃれだよこれ、はい、でこちらはリアの熱線のスイッチです。おお、はい、オフで、はいはい、リアの熱線に効きますので、あらららはい、ご利用ください。はい、こちらがブラウンファンですね。あ、ブラウンファンですね、はい、スイッチになっております。これアクセサリー入れるとつくと、そうですね、あのキーオンしていただいて、1台しかなかった、これ、はい、一旦止まるんですよね、ここで。これね、あ、待って、あー、本当ですね、ここで一旦止まる、まあいいんですね。最初に止まるところで基本的に何も電気も来ないですし、あ、これ抜けない、はい、そっか、はい、わかりました、はい、そこまで、あ、1段です、1段です、はい、で、裏が回ります。お、回ってますね、はい、はいはい、いいですね。で、こちらハザードですね。あ、いいですね、これ、はい、はい、点灯しております。はい、クローボックスございます、はいはい、こちらに、はい、シールが入ってますね。あ、ありがとうございます。はい、これちょっとサイズしておきます。はいはい、はい、次これですね。あ、こちらが、ヒーター、ヒーター、ヒーター、エアコンではないですね、エアコンではないですね、ヒーターですね、デフロスターと足元の切り替え、あ、引き出し1の切り替え、はい、はい、あとは風量の切り替え、風量、風量、一応風量、まあ、あの開口部といったものでしょうか。そうか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 、はい、風量の切り替えが一応できます。はい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 、あとはここも、はい、開口部の切り替えではあるんですが、はい、はい、暖かい空気が入ってくるか、暖かい空気をより少なくするか、あの冷たくなるわけではないんです。あ、はいはい、暖かい空気をどれだけ制限するか、はいはいはい、というのレバーで。なるほど、分かりました、分かりました。エアコンを付けたりする際はこちらなどを取り外しまして、はいはい、ここに家が入りますので、はい、うん、いや楽しみだな、お願いいたします。あの前回見させていただいたんですよ。あ、本当ですか。工場生さんがね、どんなふうに作るんですかって言ったら、ちゃんとこう渋の、はい、で塗装みたいなのがしてあって、そうなんですよ、一体感があるデザインだったんですよ、はい、だからやっぱデザイン性無視しないで、はい、ちゃんとねヴィンテージルックになっていて、そうです、ね、これならお願いしたいと思いましたね。ありがとうございます。はい、そうなんです、まあ、以前は吊り下げ式のものを助手席につけてはいたんですが、やはりあの効率が悪いというのと、うん、助手席側しか、はいはい、あの冷たい風が来ないという、そうか、いろいろありましたので、はいはい、ワンオフで作り直しました。いや、はい、もうぜひ来年の夏までにはですね、そうですね、はい、お願いしたいと思います。させていただきます。はい、でちなみにこれは何でございますか。はい、こちらもですね、はい、特にこちらは外気導入の風の、はい、風量調整、上が風量調整ですね。あ、
これが風量調整、はい、下側が足元とデフロスターの切り替えのレバーになってます。なるほど、これ左側で前なんですね。この広がってる、はい、こちらが足元とデフロスターの切り替えでして、これが足元、はい、左が足元、左が足元のはずです。でこれが右側が、はい、上のデフロスターのはずです。はい、わ、はいはい、かりました。でこれが風量、そうですね。なるほど、はい、で最後ここについているのが、まあ、ここの内部の、はあ、あ、これですね。はい、切り替えですね。あ、あららら、ら、はい、この中動いてるわ。これ、これ、これ、ね。いやいや、細部にわたってやっぱり考えてますね。で、このフューエルゲージと。そうですね、フューエルゲージと。これはエンジンをアクセサリーにすれば。はい、アクセサリーにしていただいて。はい。あ、そうですね。この状態で、レベルが上がります。なので今ほとんど入ってない状態。危ないですね。はいはい、これはあの有塩添加剤かなんか入れた方がいいんですか。そうですね、入れていただいてもいいですし、はいはい、まあ、基本的には廃浴を、廃浴、はいはい、廃浴プラス有塩添加剤で、そうですね、まあ、中のシール、ゴムシールみたいなのを守っていくってことですね、はい、高温化を防ぐってことですね。そうですね、はい、いやいや、わかりました、わかりました。あともう2点だけ、はい、まだあるんですね。こちらの周りなんですが、これを回しますね。はい、はい、あとですね、ちゃんと、警告灯のランプがつくかどうかっていうのは点検のスイッチになってます。これすごいですね。そうですね、非常時にちゃんとつくかどうかっていうのを確認、事前に確認をしておこうということで、そっかそっか、スイッチがついております。はい、でこのちなみにこの上は何なんですか、この。はい、ですね、漫画が独特すぎちゃいましたですね。そうですよね。これ LHM っぽいですね。そうですね、はい、でエンジンを入れるとこれがと水温、水温ですね。はいはいはい、ね、水温計ついてないですもんね。そうですね、はい、基本的に水温センサーで、まあ察知しまして、そういうことですね、はい、じゃあ運転中にこれがついたら、はい、結構ちょっと水温上がりすぎだからちょっと止めてね、はい、油温が上がりすぎたら、そうですね、油温ですね、これは油温ですね、油圧じゃなくて油温、はい、油温ですね、はい、で LHM はレベルですかね。そうですね、はい、それとこのこれは何でしょう。バッテリーですね。バッテリー、あ、はい、そうかそうか、充電が足りない、電圧が、そうですね、電圧が低い時に点灯します、うんうんうん、はい、でこの上がデフロスターですかね。デフロスター、あ、これが入った、あ、ついてますね、つきましたね、はい、はいはいはい、あとはヘッドライトの、ヘッドライトがついてるかどうか、はい、ついてるかどうかですね。 あとこちらがですね、はい、このトリップメーターをゼロに戻しているので、はい、はいはいはい、このメーターはオードメーターは、オードメーターですね、が動くのかどうかわかんないですけど、動きます、はい、動いてました、ちゃんと動いております。はい、ありがとうございます。はい、はい、これはこちらがハイザーです。ああ、これ必需品ですね、僕にはですね。それでは早速、はい、運転の方に。そうですね、じゃあ運転教習ということで、はいはい、教習運転を今から知ったくということになりましてですねありがとうございます。はい、じゃあ行きましょう。お願いします。はい、それでは参りましょう。はい、まずですね、ブレーキを踏んでいただきます。はい、はいはい、でサイドブレーキを解除していただきます。はい、ちょっと前出します。はい、よいしょ、はいはい、はい、サイドブレーキを解除します、はい、で前に引っ張って下に下げます、はい、で走行中は左側のストッパーにここにかけておいてください。あ、じゃあ下に下ろすだけじゃなくて左側にまで持っていってロックかけてきなさいということですね。そういうことです。かしこまりました。はい、はい、それでは今ニュートラルポジションにありますので、はいはい、これを一足に入れます。はい、入りました、入りました、はい、それでは進みます、はい、